こんにちは。たまにはロードバイクに乗らない旅にも行きたい系ロードバイク女子のみなみです。今日はここ東京駅から泣く子もだまる日本三大都市の一角名古屋に遊びに行きたいと思います。毎度おなじみ祭りで駅弁をゲッチュ。6時30分発ののぞみ号に乗って名古屋へ出発です。ちなみになんで今回名古屋に行くかというと、単純にまだ名古屋に行ったことがなかったからです。調べてみると名古屋のある愛知県は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と泣く子もだまる三英傑の出身地で、名古屋城や清洲城などいろんな見どころもあったり、名古屋コーチンや味噌カツやひつまぶしとか美味しそうなものもあるらしいので、今から楽しみです。ドマーネちゃん持ってきてないですが、レンタサイクルが借りられそうなので、こんなコースで回っていきたいと思います。乗ると強制的に170キロも走らされる白い悪魔は今日はいないので、のんびり観光していきたいと思います。東京から名古屋までは東海道新幹線のぞみ号で片道1万1000円ぐらいですが、青春18切符を使って在来線を乗り継げば2410円で行けるらしいので、今度チャレンジしてみたいな。さて、名古屋まで1時間40分しかありませんので、私の旅の楽しみの 50% を占める駅弁タイムをやっちゃいましょう。今日の朝ごはんはこちら、こぼれイクラとトロサーモンハラス焼き弁当。見てください、この海の宝石箱、これはデュラエースのクランクかと錯覚するぐらいツヤツヤに光り輝く鮭の切り身。そして成長したら何匹の鮭になったんだろうと想像したら微妙な気持ちになる、ピチピチ弾け飛ぶイクラ。命の現場に日々立ち会う看護師として複雑な思いが交錯してしまいますが、いつもの3倍の気持ちを込めていただきます。口の中で弾ける鮭イクラ、プチプチ甘い汁がトロンジュワー。脂の甘みと絶妙な塩加減がとってもグッド。水加減少なめのさっぱり白米が鮭の脂を中和させてくれます。そんでもって食感に変化をつける鮭フレーク。向かう先は名古屋ですが、朝から口の中だけ北海道旅行中です。サーモン親子丼しか勝たん。ご飯で満腹になったところで外を眺めていると富士山。あのくぼんでいる部分は宝永火口といって、江戸時代に発生した記録に残っている中で一番大きな噴火の跡です。なんかこの前シュークリームを食べようとしたら、クリームが反対側から盛大に噴火してベッチベッチョになったのを思い出してちょっとイラッとしました。富士川を通過、川幅でけー。ただいま静岡県を通過中です。本日は東海道新幹線のぞみ号また南号にご乗車いただき誠にありがとうございます。まだ登録ボタンを押していない方は次の駅で降りてもらうぞ。しばらくすると浜名湖も見えてきました。浜名湖は汽水湖という海水と淡水の中間ぐらいの塩分を持つ湖で、もともと淡水湖だったのですが、500年前の明王地震により海とガッチャンコしてしまい、今のような形になったそうです。あと浜名湖といえばうなぎ食べたいな。浜名湖を過ぎてちょっと走るともう都会的な雰囲気になってきます。新幹線はいろんなものが見れて楽しかったので、ちょっと名残惜しいですが、無事名古屋に到着です。 N700 シュプリームからのいってらっしゃい。見た目はあんまり変わらないけど、 N700S も N700A もどっちもかっこよかったな。名古屋駅、通称名駅の前は近代的なビルが立ち並んでいて、ザ都会って感じです。名鉄からの近鉄からの名鉄ってバッチバチやな。名古屋駅線は私が看護学校を探していた時の候補の一つでした。結局他の学校に行ったんですが、あんななんでおしゃれなビルで勉強してたら、もっとなんでおしゃれな看護師になれてたのかな。さて、名駅から10分ほど歩いて堀川のほとりまで来ました。このまま徒歩で名古屋観光をしてもいいのですが、せっかくなのでこのレンタルサイクル、デラチャリを今日の相棒にしていろいろ回ってみたいと思います。ちなみにこのデラチャリはなんと1日500円で使えちゃうんです。宇都宮に100円で電動アシストが1日借りられちゃう借りたサービスがありましたが、乗り捨てられるステーションがあることを考えるとデラチャリもなかなかお得ですよね。
ロードバイク YouTuber 七つ道具の GoPro とガーミンを設置して南専用デラチャリの完成です。さあ、いつもの白ではなく青の相棒でママチャリ自転車女子南チャンネルスタートです。てかやっぱりいつもよりペダルが重い。ロードとは違うのだよ、ロードとは。まずは堀川沿いに走って、名古屋観光で絶対に外せない名古屋城に向かって走っていきます。なんか久しぶりにママチャリに乗ったんですけど、ロードみたいな前傾ではなくて楽なポジションで風景を楽しむことができるので、街中をゆったり走るのが楽しいなって思いました。でもやっぱり普通に走ってると少し飽きてきたので、信号の後にダンシングスタートをするとめっちゃ気持ちよく加速できる。このデラチャリには3段階の変速機能があって、個人的には一番重い3のギアがスピードに乗った時に一番気持ちよくペダルを回せる気がします。もう秋でちょっとぐらい心拍上がっても足がかないので、ママチャリでもスポーティーに楽しむのが南流です。体もだいぶ温まってきたので、ダウンを脱いでスピードを上げていきましょう。広くて走りやすい道を街路樹の紅葉を楽しみながら走って名古屋城に到着です。入場料500円を払って早速中に入ってみましょう。皆さんご存知、金のシャチホコで有名な名古屋城ですか？これを築いたのは戦国時代のポンポコタヌキこと徳川家康です。もともと現在の愛知県の一部である尾張の中心地は10キロ北西にある清須というところで、名古屋周辺は鷹狩りに使われるような荒れ地だったそうです。関ヶ原合戦後、東海道の中心地点である清須は家康にとってライバル豊臣陣営をこれ以上東に進めさせない最終防衛ラインであり、ガチガチに固めておかなければならない場所でした。しかし清須は一つ大きな欠点が。なんと洪水が多発するなど地形に問題があり、水攻めに弱い土地であったということです。どうしてそこに作った清須城、最大のライバル豊臣と戦うのに足元ぐっちゃぐっちゃのところで戦うなんて絶対嫌だということで、家康が目をつけたのが現在の名古屋城が立つ熱田大地という場所です。これは国土地理院のデジタル標高図なんですが、黄色い部分が熱田大地といって、周りよりもちょっと標高が高いんですね。この南に向かって牛のベロのように高くてしっかりとした地盤に城を作ることで、北西を崖に囲まれた守りやすいお城となったそうです。おまけに家康はそのたるきっぷりを存分に発揮して、工事を天下無心、つまり公共工事として豊臣陣営の大名に自腹を切って作らせました。自分の陣地を固めながらも敵の経済力まで削り取るなんてすげえな家康って長々と説明してしまいましたが、ハンマル目指して出陣じゃー。お城の中はモミジも色づいていてとっても綺麗でした。でもやっぱりきしめんしか勝たんな。名古屋城の石垣は西国の大名が分担して作っていたため、それぞれが積んだ石を区別するために刻印が刻まれています。自分のところの石を持っていかれたりしないように必死だったんだろうな。そんなこんなで天守閣に到着。でかくてかっこいいな。あの瓦のジェレステカラーが爽やかで、金のシャチホコとめちゃくちゃマッチしてます。名古屋城は本丸とこの天守閣が江戸時代の状態のまま残っていましたが、第二次世界大戦の空襲で焼失してしまい、現在見れるのは1959年に復元された鉄筋コンクリート製のものとなります。建物は当時のものではありませんが、私は当時の人が見ていた景色や生活を想像しながら旅をするのが好きなので十分見応えがありました。石垣は本丸だしね。ふと見たら可愛いニャンちゃんが。前回のライドで会った猫ちゃんたちと同じく狩猟にスルーされてしまいました。そろそろお昼時なので猫並みにでもしてやろうかと思ってたら、2018年に復元が完成した本丸御殿も見れるらしいので、そっちにも行ってみましょう。本丸御殿とはお城の一番重要なところ。通常城主が住むところですが、名古屋城はちょっと違っていて、城主は本丸御殿ではなく普段二の丸御殿に住んでいたそうです。これは江戸時代に名古屋城が尾張徳川家のお城だったため、将軍が泊まりに来た時は本丸御殿を提供しなければいけなかったからです。
将軍が泊まりに来る時だけいちいち引っ越してたらめんどくさくてかなわんってことで、本丸御殿は城主もほとんど入らなかったそうです。こんな豪華なところなのにもったいない。襖や壁画、装飾は奇跡的に焼失を免れて保存されていたものを分析して当時の技法で忠実に再現されているそうです。使用されている木材まで木曽ヒノキという当時の城作りで使われた素材というこだわりっぷりで見応えたっぷりでした。かか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 か、私が将軍でホラー映画を見た後にここで一人で寝てねって言われたら、多分部下の首をチョンパすると思います。この下御殿所というところでご飯を温め直していたそうです。つまり江戸時代の電子レンジみたいなものです。確かに将軍に冷え冷えのご飯を出すわけにもいかないですもんね。さて、名古屋城もたっぷり楽しむことができたので、そろそろお昼ご飯にしましょう。ふと見ると金社長庫長という美味しそうなお店が集まっているところが。金のシャチホコ見てたら私も YouTube の金の盾欲しくなりました。100年ぐらいかかりそうだけど、皆様気長に応援よろしくお願いします。なんか雰囲気があっていい匂いもしてたので、今日のお昼はこちらにしたいと思います。鳥海総本家さん、なんか東京にも店舗あるみたいですが、まだ行ったことないので楽しみです。頼んで10分も経たずに望みが終わりの速さで出てきたのはこちら、特選名古屋コーチン親子丼。なんじゃこれ、金色に光り輝く卵の黄身、そしてあえて火を通しすぎず白身のとろり生感を残した卵、まるで卵のを食べてや。朝ごはんに続いて親子の共演丼、心がキュッと締め付けられますが、いただきます。生感強めの卵を口の中でとろふわふにゃ、なんと奥深い、鼻に突き抜けるカツオだしのコク、そして作り手の心の優しさまでをも感じる自然でほのかな甘み、精製された白砂糖を1ミリも使っていないのが瞬間的にわかる。そしてビーフジャーキーのように永遠に噛んでいたくなる名古屋コーチンには、今でも口の中でバウンドしてしまいそうなほどにイカつく尖った弾力がある。皮から出てくる甘みじゅわー、雑味のない水分量多めの熱々炊きたてご飯に鳥の親子が奏でる傑作ハーモニー丼、名古屋コーチンは盾じゃない。ごちそうさまでした。朝ごはんについて連続親子丼になってしまいましたが、まだまだ名古屋巡りは続きますので頑張って行ってみよう。午前中は名古屋城の中心部分を見てきましたが、調べてみると外堀に電車が走っていて、その廃線跡があるそうです。外堀付近には愛知県の観光庁が集まっていて、たくさんの人が働いている場所なのに、なんで廃線に？ちょっと気になりますよね。金社長庁から駅方面にちょっと戻ると外堀があって、都会なのに背の高い街路樹がわさわさしててとっても気持ちいい。名古屋って歩道も車道も広くて、とっても計画的な綺麗な都市ですよね。廃線跡はどこかな？Google 先生的にはこの辺りだと思うんだけど。ありました、柵の向こうに明らか時代の違う階段を発見。ここが名鉄瀬戸線、通称瀬戸電の大津町駅跡です。今は駅に降りる階段しかないのですが、都会のど真ん中にこんな廃線跡があるなんて、ちょっと不思議な感じがしますよね。瀬戸電はもともと愛知県瀬戸市から名古屋港に東京を運ぶために作られました。名古屋城から港まで続く堀川の水運にうまくアクセスするため、名古屋城の外堀を通る必要があったみたいです。その後、貨物ではなく旅客が中心となった瀬戸電は現在の栄町駅に乗り入れることでお堀区間が不要になり、昭和51年に廃止となったそうです。このカーブはあまりに急なので、電車なのに時速20キロぐらいまで減速していたそうです。つまり宇都宮ジャパンカップクリテリウムでいうこんな感じです。でもなんかこのスペースもったいない気がしますよね。あ、そうだ、舗装してロードバイク走れるようにしたらクリテリウムレースとかできるんじゃないですかね。埼玉に代行してジルデイタリア名古屋城クリテリウムとか。名古屋市長さん、いかがでしょうか。そんな素人丸出しのアイデアを YouTube で垂れ流しながらついたのがここ、土井下駅跡です。道路の向こうに見えているのが現在の瀬戸線ですね。
ここから今通ってきた大堀区間が廃止されて、地下に潜って名古屋の一大繁華街である栄町駅に向かいます。堀の中を電車が走っているなんて面白いって思ったんですけど、昔お城の敷地だったところを走る路線は全国で結構あるみたいで、お城と鉄道の歴史をセットで見て回るのも面白いなって思いました。さて、名古屋城もたくさん楽しめたのですが、あんまり自転車で走れてない気がするので、次は名古屋の中心地からちょっと離れた清須に向かってみたいと思います。観光ばっかりだと体がなまっちまうから飛ばしていくぜ。まだ駅やお城の周りをちょっと走っただけなんですけど、なんか名古屋って道がすっごい広い気がするんですよね。片道4車線もある道路がいくつもあって、とっても開放感があります。でもその分反対側に当たるのがちょっと大変。そんな時はあっくりこうしながら今夜の夜ご飯を考えましょう。味噌カツ、手羽先、ひつまぶし、よっしゃちょうちょー。すごすぎる。ペーパードライバーの私にはレンタカー借りても長屋の道は運転難しそう。よし下り。天むす、きしめん。あ、着いた。まあ全部食べれば解決なので、とっとと先を急ぎましょう。清須までは県道190号線を北に向かって走っていきます。もちろん軽い登りや信号のスタートの時はダンシングを使っていくのが南流。なんかロードバイクでトレーニングするよりもママチャリの方が効果あるんじゃないかな。車内側を通過。ちょっと心拍上がって汗ばんできてたから、橋を吹き抜ける風が気持ちよすぎる。ここから先は清須市です。そこまで走ってないのになんか疲れるなって思ってたら、結構な向かい風でした。でも行きが向かい風なら帰りは追い風のはず。ポジティブポジティブ。自販機でコアラの街売ってる。千葉では見たことないのですが、東海では普通のことなのでしょうか。エリート酒かすロイリーとしてはここで一発決めていきたいところですが、社会人として試合終了になりそうなので先を急ぎましょう。向かい風を30分ほど走って、ようやく目的地の清洲城に到着。ちょうどよく駐輪場があったので、ここに相棒のグじゃなくてデラチャリを置いて中に入ってみましょう。名古屋城でもちょっとお話ししましたが、ここ清須が現在の名古屋の一部である尾張の中心地でした。信長もこの清須城を10年間本拠として使用していて、本能寺の変で信長が亡くなった後の後継者選びであった清須会議の舞台もこの清須城です。清須会議はそのまんまのタイトルで、三谷幸喜監督の映画にもなっていて有名ですよね。お城の前はちょっとした庭園みたいになっていて、頑張って走ったのでちょっと休憩。紅葉とお城の組み合わせがグッドです。なんか綺麗な声もいますよ。見てたら餌をもらえると思ったのか寄ってきてくれました。今夜は鯉鍋もいいな。さあ、食べられない魚と遊んでてもしょうがないので、お城の中に入ってみましょう。入ったらいきなし原哲夫先生の描く戦の子の織田信長が。さすが清須市は分かってらっしゃる。撮影の許可もいただいたので先に進みましょう。鉄筋コンクリート塔なので、中は普通の現代的な建物ですが、中には清須城由来の刀や武具、発掘されたお城の瓦などが展示されていました。信長さん、ウイルス様に敵として警戒するその心構えが大事ってことですね。医療関係者として気をつけます。階段を登ると各階にも展示があって、いろいろ勉強できたんですけど、一番面白かったのはこの清須全体を再現した模型でした。当時は清須城を中心に城下町があって、6万人もの人が住んでいたそうです。なんか想像してたよりすっごい大きくって立派な町だったんですね。名古屋城で少しお話しした通り、尾張の中心地は家康の命令で清須から名古屋城に移されたのですが、びっくりなのは城だけではなく、この6万人都市をまるっと丸ごと引っ越しさせちゃったことなんです。住民と100の寺社仏閣、庄屋から質屋まで全部移されたそうで、この通称清須越しの後、清須は何もないただの空き地になってしまったそうです。これだけの引っ越しって、有さんも酒井もあとも見積もり段階で無理っすって言われそうですが、
さすが天下取る人はやることのスケールが違いますね。火縄銃の負けは実際に持てる困難もありました。ちゃんと交通ルールを守らないそこのあなた、ナオミさんぶち抜いちゃうぞ。最上階からは名古屋方面が綺麗に見えます。ここからだと近そうに見えますが、ママちゃんに向かい風でここまで来た私には気を過ごしの大変さがちょっとわかる気がします。信長も見たであろう景色を見ながら、私南も千葉大好きママチャリ系女子 YouTuber として天下取れるよう頑張るぞ。おさて、スケールが桁違いの引っ越しを体感できたので名古屋に戻りたいと思ってるんですが、実はこの近くにちょっと寄りたいところがあるので、もう少しお付き合いください。旅行前に Google マップで見てたら面白い構造物を発見したのですが、それが清洲城から5分ほど走ったところにあるこの清洲ジャンクションです。下からだと開放的であんまり複雑そうに見えないのですが、上から見ると名古屋第二環状自動車道、名古屋高速6号清洲線、名古屋高速16号一宮線が接続していて、どこがどうなっているのかもはや理解不能です。でも眺めていると人体の血管みたいな構造と機能美みたいなものが感じられて、なんか見ていて面白いなって気がしてきます。世にはジャンクション萌えという言葉もあって、ジャンクションの魅力に取りつかれてしまっている人たちもいて、本も出ているそうですが、ちょっとその気持ちがわかる気がしてきました。初見殺しのジャンクションも見ることができたので、最後に名古屋屈指の繁華街堺に行ってみましょう。また県道190号線を走っていきます。帰りは追い風なのでスイスイ進める。また名古屋城付近に戻ってきたら、名古屋市役所の建物がなんとも趣のあるかっこいい造りでした。サイクルバックじゃないよ。屋根瓦がチェリーステカラーなのは名古屋城と合わせるためなのかな、それともビアンキが監修してたり、違うか。そんなこんなで最後のスポット、久屋大通公園に到着。せっかくなのでテレビ塔を登ってみるのもいいのですが、3階の無料展望スペースもあるので、本日はそっちにお邪魔しましょう。3階に着いたらエレベーターホールの右横にいい感じのスペースが、なんか先客がいましたが平べったいじゃ無口なのでよしとしましょう。ここから見えるのが通常 100m 道路と言われる久屋大通りです。道幅が 100m 以上あるのは全国でも3本しかなく、そのうち2つがこの久屋大通りと若宮大通りなんです。 100m って言っても3車線しかないじゃん、騙したらこの野郎って感じなのですが、安心してください。真ん中のこの公園が中央分離帯となっていて、左右の車線と公園を合わせた長さが 100m なのだそうです。こんな広い道路を作ったのは太平洋戦争で焼け野原になった町の復興計画によるもので、火事の延焼を防いだり避難所としても活用することを考えられていました。他の都市でも 100m 道路の計画はされていたみたいですが、政府が予算削減したために計画の早かった名古屋と広島だけが実現に至ったそうです。なんかおしゃれなカフェがたくさん並んでて、リア充みんな爆死しろって思っていたら白い霧が、多分あれは硫化水素で、あそこにいるリア充はみんな永遠の眠りに。で、冗談はこれぐらいにして、夕方になってきたのでそろそろ帰ることにしましょう。今回は名古屋をレンタルチャリで散策してみたんですけど、身軽に楽しめるレンタルチャリ観光はロードバイクとはまた違った楽しさがあるなと思いました。ちょっと重かったけど、信号でのストップアンドゴーやちょっとした坂でダンシングをしてみたり、終わった後に適度な疲労感と達成感を味わえていい思い出になったので、またいろんな県で挑戦していきたいと思います。さて、このまま溜まっていきたい気分なのですが、明日も病棟で白い悪魔たちと働かなければならないので、今日は新幹線で帰ろうと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあまたねー。